こんにちは、商店街散歩のマサです。今日は東京都大田区にある七辻通りというところに来てます。最寄り駅は雑色水門通り商店街の近くにあるんですけども、ここがですね、かなり気になる通りなんですね。なんとですね、7つの通りが合流している地帯なんですね。これちょっとカメラには映ってないですけど、こっちに1,2,3,4で、あっちに5,6,7本通りがあります。その通りがそれぞれこう合流している地点なんですね。上空から見るとこんな感じです。いかがですかね。もうこんなのあんまりないんじゃないですかね。多分ここだけなんじゃないかなっていう気がします。名前の由来もですね、この7つの道路が合流しているっていうところから名付けられてるらしいです。正直かなり危ない感じもしますが、さっきから結構見ているとあんまり事故とかそういうのもなく、自動車も自転車も歩行者もそれぞれみんなこう渡っていきますね。一応ですね、そっちにある看板に日本一譲り合いモデル交差点って書いてあるんですね。聞いたところによると、こう7つやっぱりこう合流してて、相当危ないんで、それでみんなこう気をつけながらこう運転するんで、逆に安全っていう、そういうことなんじゃないかなっていうことで、あまり事故も起こらないらしいですね。と言いたいところなんですけども、先ほどちょっとヒヤリとする瞬間も何度かあったんで、実際あまり安全とは言えないんじゃないかなっていう気がしますね。あそこにある赤いポスト、あれ結構住民の方使ってますね。この撮影中何度か、投函してる人いましたね。この周辺の人はきっとあそこに入れてるんでしょうね。
なんていうか、結構車もスピード出して通ってる車もいるんで、自転車もそうですね。なかなか速い自転車とかもいたりして、結構危険な感じもしますね。タイミングがあさってこう7個からこうそういう速い車とか自転車とか急にこう来ちゃうと、こうどうやって回避するんだろうなっていう気がしますね。どれが一通でどれが一通じゃないかっていうか、まあどれも一通なのかもしれないですけど、判断がこれは難しいですね。できれば避けたい通りって感じですね、ここは。はい、というわけで七辻通りに来てみました。やっぱりちょっとここはあんまり車で来たりとかしたらちょっと通りたくない通りですね。まあ、住民の方はどんな感じで思ってる場所なんですかね。ちょっと聞いてみたいもんですね。はい、ということで今回の散策はこれで終わりたいと思います。また次の商店街などでお会いしましょう。それでは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。